これだけ動いてれば麻痺がないなって分かると思うんですよね。これ鼻咽頭からですけど、詰まってるんですね。一生懸命こう息を吸った時に後ろに引き込まれてしまう、これは治療前ですね。これ治療後ですね。肋間筋が完全に破れてしまって肺を損傷してるんだろうと。